原田製茶、原田製茶株式会社、原田製茶、秀樹原田 T プロセッシング仕様、LTD は、静岡県島田市に本社を置き、主に日本茶を製造販売する飲料メーカーである。原田製茶株式会社は1917年、大正6年に創業し、1948年、昭和23年に株式会社となって、 以降、農園での栽培から工場での製茶、小売店での販売までトータルに手掛けている。一般顧客には、ヤブキタブレンド及び、水出し煎茶のテレビ CM、サトコさんとお母様で高い知名度があり、法人顧客には、製茶業界の中で早くから OEM 製品の供給やトレーサリティを導入した会社として知られている。シンボルマークは、を、 アルファベット表記した、サイの頭文字、H をベースに、茶娘、茶摘み娘の横顔を図案化したデザイン。カラーモチーフは、茶葉や菜園が、グリーン、茶娘の藁帽子のブラウンが、お茶、茶娘の着物のブルーが多い側を意味している。主要製品には、小売店やネットショップなどで販売される。一般顧客向けの製品と、外食産業やコンビニなどで、業務用に販売される。 法人顧客向けの OEM 製品がある。ヤブキタブレンド、ヤブキタブレンドは同社が製造販売する代表的な茶葉製品である。品名にあるヤブキタとは農林水産省の命名登録品種にある茶農林6号、ヤブキタ、ヤブキタのことで静岡県の在来種から選抜された有料茶葉として知られている。主に一般顧客向けの製品で、 急須などを利用してお湯で入れる。後日、テレビ CM による宣伝効果で、煎茶、または緑茶といったイメージがあるが、同ブレンドには、番茶やほうじ茶、玄米茶などもラインナップされている。水出し煎茶、水出し煎茶、または、やぶきたブレンド水出し煎茶は、同社が製造販売するティーバッグタイプの茶葉製品である。主に一般顧客向けの製品で、 水筒や、ピッチャーなどを利用して、品名の通り冷水で入れることができる。口術、テレビ CM による、宣伝効果で、煎茶、または、緑茶といったイメージがあるが、玄米茶やほうじ茶、ウーロン茶などもラインナップされている。なお、同社のホームページに設けられた FAQ コーナーでは、水出し用の茶葉を、お湯で入れるのは、何の問題もないが、冷水よりも味が濃くなってしまう点に配慮してほしいと。 解凍している。湯飲みやコップ一杯ごとに入れるティーバッグタイプの茶葉製品で、ヤブキタブレンドの煎茶や緑茶、玄米茶、麹茶、高級茶葉の玉露などがラインナップされている。外出や旅行の際にも傾向しやすい。ペットボトル製品として、ヤブキタブレンドや薬島農園の新茶などがラインナップされている。年には静岡空港の開港記念として、 富士山静岡空港開港記念、静岡一番茶、00ml が5000、ケース限定で製造販売された。各種の日本茶、コーヒー、紅茶などの業務用、茶葉、海苔や椎茸を用いた業務用食品、前述、ヤブキタブレンドを用いた委託ブランドなどの OEM 製品を手掛けている。原料供給、加工製造、流通販売など、 大手の外食産業やコンビニエンスストアから中小規模の飲食店まで納入実績は多岐にわたりパッケージデザインなども含めたプライベートブランド企画開発も手掛けている。なお、原田製茶は静岡空港を拠点とする地域航空会社フジドリームウェアラインズ ICAO コード FDA のスポンサー企業の一社であり機内サービスの緑茶を無料提供している。 これが縁となり、稼働家の狩りやさきが、富士ドリームエアライン好きな医師の新春企画として、静岡県庁で、池花、富士山を創作した際に茶葉を供することになった。この作品は、富士山を表現するために、頂上から山腹に、シンビジウム、山麓に、茶葉とわさびが用いられている。原田聖茶が手掛けるアンテナショップやネットショップは、下記の通り、 幻想園は原田製茶が運営する喫茶店及びネットショップの名前である。喫茶店は静岡県島田市のお茶の郷博物館商業館夢市場にあり、名茶や甘みなどを販売している。最寄り駅は金谷駅。ネットショップは楽天の電子商店街、楽天市場で開設し、関連商品の通販を取り扱っている。静岡県は 国内最大の茶産地であるが、同時に消費動向や取引価格の変化、補助、補助、田や畑などの農地の使用長期化などが今後の課題となっており、東海農政局をはじめとした関連業種の対策が急務とされている。原田聖茶では、契約農家とともに農業、製造業、販売業までをトータルに捉え、菜園から消費者までをダイレクトに結ぶ機として、 各3カ所に自社運営の農園を置いている。原田聖茶の主要工場は各3カ所に置かれている。製茶工場の品質マネジメントシステムとして他社に先駆けて ISO9000 シリーズを採用2000年に英国認証機関認定審議会ユナイテッドキングダムアクレディテーションサービスユカスより ISO9002 を取得2003年に 国際標準化機構、インターナショナルオーガニゼーションフォースタンダーデゼーション、ISO より、ISO9001 を取得している。また、トレーサビリティが徹底されており、ペットボトル製品は、ボトルキャップのナンバーから消費者自身が、生産者情報などを確認できるようになっている。原田聖茶の営業所は、各4箇所を拠点に、秋田、岩手、福島、山形、茨城、栃木、 群馬、埼玉、千葉、長野に置かれている。前述、ヤブキタブレンドと水出し煎茶のテレビ CM は1999年から日本テレビや富士テレビの系列局を通じて北海道、関東地方、東海地方、近畿地方、四国のエリアで放送されていい。毎回、嫁と目の人間関係をコミカルなドラマ仕立てでテンポよく描き、 視聴者や消費者から高い知名度を得るようになった。2008年には、日本のベストアドバタイザー2008、CM 総合研究所の第3部門、CM 好感度の獲得効率トップ50社に選ばれており、この50社の中で主力ブランドとして飲料製品を製販売するメーカーは、15位の大塚製薬株式会社、オロナミン C、26位のカルピス株式会社、 カルピス、そして37位となった同社の3社だけである。2012年9月より、系列のフレンチレストラン、ルシャンの CM、静岡ローカルにも嫁姑が出演している。公式設定は発表されていないが、毎回登場する主役は、嫁のさとこさんと姑のお母様の2人である。脇役はほとんど登場しない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。